はい、皆さん、こんにちは。一週間のご無沙汰です。皆さんの大人気の安藤祐二のラジオワンの時間がやってまいりました。はい、えと昨日のことで安藤君がね、このラジオワン変なこと言ったんでね、な、うんとかジャックとか言って、友人はジャックだっけ自分で。 ジャックだったかななんか自爆テーやってましたはい選挙も終わっていろいろあれですね500円玉買いに行ったら500円玉までやってないってんやってないってどういうこと銀行いやまあ届いてないってうしょうがないでしょうそうそうそのおかげでね宝くじやってロットじゃねんだっけあれはスクラッチくじ初めてやりましたで1万円に当たりました何と言ってもビギナーラックだってね売り場のお姉さんも喜んでくれたってことで新しいの買ってきた違うやとはい さあ、そんなわけで、今日は選挙の話も含めて、安藤くんに語ってもらいたいというのが好きなかね、はい。はい。これはもう楽しみで、伊藤マンも楽しみにしてるんでね。皆さんが楽しみにしてる安藤くんの独自トーク。独自かな。はい。行ってみましょう、はい、いいですか。はい。はい、それでは、安藤く二の。うのラジオマン。はい、えっ、ー、と、まあ。 昨日ね、うん、あの選挙だったってことでだった柳田さんは一昨日かな、うん、あの期日前投票に行ってきました、うん、まあなぜなら当日だと僕の家の近所なんで遠い、うん、遠い <laughs> う遠いそうであの僕はあのギリギリまでね、うん、あの考えておきたかったんでそれで一応悩んで家て来ました、うん、はいえとい誰に入れるかってなった時は、うん、まあやっぱり自民党と えー、維新で悩んだんだでこの結果、えー、と僕はまずそこは維新にしました、うん、まあ理由は何でかというと、まあ、やっぱり自民に入れなかった理由、うん、これはやっぱりそのワクチンパスポートをね活用していくれ、ねいね、これ言われちゃったらちょっと僕はね支持できないかなと思っちゃった。うん でもさ、なんだろうとさ、あなたが一票入れたから、維新を躍進して、ほぼ四倍近い、うん。奇跡を取ったんだよ。うん。あれ比例はどっちえっ比例を自民に入れてる。そうそうそう。だから、どこの政党かって言ったら、まあ一応自民に入れて。そうだね。選挙区が、あの、維新だね。そうそうそう。いい判断です。うで、えっと、あと裁判官、さいあの最高裁の裁判官、誰辞めさせるか。調べたんだよね。そう。まずさ、あの、 なんだろう1年半ぐらい前とか、うん、1>, 1年ぐらい前にさやっぱりあの公務員の点々を伸ばすって話があったじゃないですか、ねうん、であの時にその安倍と仲のいい検事長を総長にしたいがために今やろうとしてるとかさ、うん、なかバカなこと言ってたでしょーーなであの,何あの司法が三権分立を破壊だとかさ、うん、あの司法が壊される。 検察庁ってさ行政なんだけどなと思ったんだよ知らないのかねねえでそこまで言うんだったら今回のやつなんてさ国民がいわゆる司法に手出せるチャンスじゃないそうだよあんまり盛り上がってないのは僕は不思議だった俺なんかさ何言うていいか分かんないからさどうしたらいいですかって言ったらそのまま白湯通してくれって言われた白湯を入れちゃったよまあ一応僕もこれ調べて名前はもう忘れちゃったけどさ一応やっぱりその 米軍基地を移設させたい弁護士、うん、あさせたい、えー、<ー>裁判長かあと、何夫婦別姓、賛成。あもうダメだって言ってる奴がいたから、うん、あの、僕はまず、あ、そいつ罰にしました。いいな、俺やりたかったな。そあの、そしたらやっぱりネットで調べると、うん、あの、左側の人間は、 僕が罰ってつけた人間以外を罰にしろって言っててさ、とりあえず僕の、<だ>僕の判断は間違ってなかったと思いました。うん、本当だね。安藤、ね、くんちゃんと調べてるからよ。で、またね、結構選挙でもいろいろね、話があってさ、うん、やっぱり選挙当日っていうか前日の夜かな、うん、僕はあの、普通に何の政治と関係ないアニメ系のチャンネル見てたんだけど、そう、そしたら、あの、YouTube でね、あの、<laughs> きれいは令和に入れましょうっていうコメントをしてるやつがいたの。ーーでも、荒らすなバカって書いちゃったよ、僕。いやー、その通りだと思うよ。うん、荒らせるよね、そ<う>アニメのチャンネルで,で。荒らしじゃないって言うんだけど、どう見ても荒らしでしょ、うん、これ、やっぱ、あの、令和新選組を応援するチャンネルだったらわかるよ。または政治系のチャンネルでも一応わかる。昔ね、関係ないどっかの学校で、うん、小学校で、うん、先生が、子供たち大人になったら社民党って言った奴がいたんだよ、ね。うん バカじゃないやそれはさ個人で考えるべきことやってさちゃんと TP をわきまわって話じゃんたとえ自民党だってそういうの言っちゃダメだよ言ったどなわだってだよそうそうそう少なくとも自分たちもやってることがさ支持する政党を貶としめてるってことを分かってほしいなと思っただからねいんだけど やってること自体がさ人生生きてる限り選挙違反みたいなことやってるやつ多いのはね困っちゃうなまあでも安藤君の投票したところは反映したのちゃんとあとりあえずオッケーすごいねいいこといいことやまあ俺もねやっぱり維新と自民応援してたからこれ最高でまあ辻元落ちたからもう完璧でしょそうだね俺ひそかにでもさ あの石原伸ホがさ、落ちてるの嬉しいんだけど、俺。あ、そうなのあの、残念すぎだってさ、慎、うん、太郎の息子なのにあれほど馬鹿がいたのかっていうくらい、うん。いや、政策が悪いわけでもなんでもないんだけど、うん、どうして今のさ、その自民党の中でね、うん、騒ぎを起こすようなことやるかっていうのは、多い人なんだよあの人はさ。あ だから安倍さんと一緒にやればよかったのに、安倍さんのところでね、能力のある人だから、なのに安倍に反対してさ、なんか総裁選とか戦ったりとかしちゃうじゃん、なるほど空気読んでないんだよね。ああ、そういう人いるね。いるんだよ、空気読めないや山本太郎なんかそうじゃないですか。あれは空気読めないところから、なんだろう、自由とかってわけ違えてるタイプでしょ、あいつは、見てると。やっぱり太郎を見て、ウルトラの母がさ、悲しんでるっていう、有名な。やいでもね あの大和太郎も受かっちゃったけど、国会で面白いの見せてもらおうよ、なんかあの令和が3人も受かったって、そうだね前がほら、障害者出してっていうか、今度も健常者取るでしょかんないけど、んであると政治は面白い、やっぱり僕らは健全な政党を応援したいんだね、維新がでも4倍ってすごいね、俺、いや、今まで何やったんだ、お前ら、すごすぎない、第三党だってさ。 あと、まあ、やっぱ立憲がすごく落としたでしょそうだね。数字ね。うん、あれもすごいね。うん、だから立憲が落とした数字が維新にいったと。うん、だからも少なくなったけど、うん、多少ね。うん、だけど、安定過半数、絶対安定過半数を自民だけ取ってんだよ。うん、いわゆるどういうことかって言ったら、共あの公明いらないんだよ、もう。うんうん、で、維新と組んだらもう、そういう意味じゃんって。そうだよね。なんか国民民主党って今、なんか、あの、 右の方に <laughs> あれになってってるから <laughs> やっぱ僕からすると、あれは民主党の両親だと思ってるから <laughs> まあ基本的にはさ、うん、あの細野豪志とかもあそこだったんだし、うん、あとは前原、うん、前原選手なんかもそうでしょ、うん、だからまともなんだよ、前原ってすごいまともなんだよ、うんうん、そう考えたときに、女癖が悪いやとかそんなのばっかりだから、<laughs> <laughs> いいじゃん、そのぐらい、女癖といで違うから。うん 昔、ビル・クリントンがね、やっぱりさ、いろいろ女性問題、なんとかモニカ・ミンスキーかなんかの時に、あったでしょ、あの時にに言われたのは、国民が、アメリカ国民がね、あいつは確かに女癖悪いかもしれないけど、政治はうまい、だからいいって言ったん潔い考えだよ。ね 前川喜平もなんか言ってるねもうああ言ってるね辻元が落ちたことはさ日本の損失だとか分かるそうそうそうもうさ有権者バカにしてるよなと思ったお前が消えろって言ってるントあとだっけ新潟の方でえっと米山隆一かなあれもすごいよね僕はあの人にブロックされてんだあれもでもすごいよねうん極端すぎるぐらいに発見してる本当にだからやっぱりネットだとさ「あの大阪を見習え」って言われてるよ新潟はみんなねうん いやーでも安藤君と政治のね話はねもう伊藤マがねもう楽しみしてるのんなん何か言ってよもっともっともっと言って <laughs> いやーできたら直接会って話したいよねっていうのがまああんだけどね、うんうん、静岡行かないよこっちおいでそれも浅草 <laughs> 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 浅草の今半に行こうよね,ね, <laughs> ね今日のねあの宝くじがねもっと当たってたら100万とかね、うん、そしたらね俺が全部出してごちそうしてやる、うん、<laughs> 何たって1万円だから、ね、まあね ま明日からね今日の夜だっけでも明日の朝じゃないと分かんないのあれ調べれば分かるか多分ネットに出てると思うじゃあネット見てみようかな楽しみだいやでもね宝くじってのもね本当にね初めてねビギナーの中でこんな当たり方するのも素晴らしいなと思って万円でも当たったって言うからさ200円かなと思ったらなんと1万円だからね200円も払ってね1万200円すごいよそれは。 1000円で1万200円だったらまあいいやな、だった10倍ぐらいだからね。だけど政治の方ね、政治の方は、でもどうだろう、五分五分よりいいのかな、なんでだろうとさ、辻元が落ちたのはでかいね、小沢も選挙区で落としたってことは岩手県民は利口だよだからあとは埼玉だね、枝野がね、そうだね。原さんに勝ってゃったってのは、あれはよくない。でもね、政治が終わったあと次の政治は、都知事選。 あと来年の夏の参議院選うん都議会選はえっとこの間の6月ぐらいだったかなあれ都知事選やった気するけど俺絶対やってないと思うあそうだってオリンピックの年で担任なのが小池屋なんだからでしょからやってないんだよオリンピックの年うん うん、だから去年で、うん、それを延ばして、うん、あの今年やるって言っててまだなんだよ、うんうん、まあちょっと情報調べるからねいや時間過ぎちゃった、うんはい、なけで、はい、またねえ